にちは、こんばんは、ひなたです。こんにちは、さといろです。きょんちゃんです。どうも、ぱーちゃんです。ディグディン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 。これは難しいですね、皆さんね。下手こいたー。これ超むずいじゃん。じゃあ俺がトップバッター切るよ。オッケー、スパイダーマンになってくれ。スパイダーマン、スパイダーマン、どこに行ったの。スパイダーマン、スパイダーマン、スパイダーポン。左腕が使い物にならない。いや、これ難しいな。やりたいやりたい。出させて。そんな典型的なお笑いいらないんだよ。助けてくれ、NGO。ここのどこに NGO って作ってるの。NGO で行った。マジかよ。言ったかもしれない。スパイダーマン。なんだパイナポって。待って待って、ちゃんとやんなきゃ。すっごい真面目、今の。え、こういうのでもありですか。頑張れ。新しい新しい。スパイダーマン、スパイダーマン、スパイダーポー、スパイダーマン、スパイダーポー。お、すげえすげえ、進んでる。もうちょっとプルプルした方がね、やっぱ動画的には。でも、キャンさんちっちゃいからね、ヒロくん。誰がちっ、俺に振るな。困った時、俺に振るな。今のとこ自分の NG ワードもう想像できてるぞっていう人やん。はい。え、嘘、マジで嘘だろ。いけ、行くわ。いや、ほら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 、これやばいわ。地面くるってなっちゃう。何言ってる。気持ちね。まあ、それこそなんだよ。違う、あっちでしょ、取るべきは。マジ本気出すわ。ギャーって行こうよって、ギャーって。ギャーって。左腕、歌って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 。僕、左腕怪我してるんですよ。歌って。ギャーって言って、ギャーって言って。左腕がマジで終わってて。スパイダーマン、スパイダーマン。いやーって、ちょっと左腕使わないといけないかな。歌、歌は。スパイダーマン、スパイダーマン。いいよ。で、この一旦スパイダーマン。パイナポーは？パイナポー。あー！いける！いける。ひなたま、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 パイナポーじゃないよね。なわけねえ。パイナポーを NG ワードに選んだら、クマさん尊敬してますね。最強すぎだな。クマさん、NG ワードちなみにスパイダーマン。マジ？スパイダーマン、スパイダーマン、どこに行ったのスパイダーマン、パイナポー。あー、そんなに歌つも入ってんの。何その歌。あー、ギブアップ。ちょっと本当に焦らないでよ。フリーフリー。どこに行ったのスパイダーマン、スパイダーマン、パイナポー。どこに行ったのパイナポー。歌ってるの。はい、ごらん。スパイダーマン、スパイダーマン。座っちゃった。ちょっと待ってよ。聞かねえんだよな、なんか体勢が。もういいよ。いけるいけるいける。あー、やばいよ。アウトー。じゃあね。ダメだって、ヒロくんやりたいんでしょ。遅いの、ヒロくん。どさくさに紛れて、ヒロくん。どさくさ。1回目でバレたか。ちゃんとやってんだよ。でも確かにちょっと軽くないと無理かもね。誰がデブじゃん。誰がデブだ。足と手を一本抜きでやった方がいいよ。こっちこっちとか。小島よしおさんに欲しいね。小島さんに締めてもらいたいな。小島は一歩は進んだよ。小島いいか。うん、小島いいか、小島いいか。いや、そんなの関係ねえ。俺が言わなきゃ意味ないやつ。関係あるんだよ、お前は。な、関係ないなんて思い込む人ないよ。むずいむずい。関係あるよ。関係あんのか。うん、うん、足さ広げて、手も広げて、バランス一緒にするんだよ。あー、ここのさ、端っこに手と足をさ、うん、やるんで。で、ちょっと大変だけど、前の方に手も横に開きながら、力を開もうこれ、切りないからやめよ。じゃあ、助けてあげるよ。ありがとう。痛い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 。さあ、どうなんですかね、皆さん NG ワードの方は。どうなんですかね。私言ってる。俺は言ってるか言ってないから。あ、微妙なところかな。ちなみにゆいさんは言ってます。え言ってます。ゆいちゃんめちゃくちゃ言ってる。ゆいちゃん一番言ってると思う。嘘。本当に俺を抑えて一番言ってるかも。本当に嫌だ。じゃあちょっと最後は普通にちょっとトランポリン少しやって終わりにしたいと思います。おー、今の可愛かった。じゃあ終わりにしたいと思います。
え、待って、予想しよう、予想。予想ね。あ、じゃあ自分が何だと思う？ NG ワード。俺はなんとかなんだよなっていうやつかと思った。何々なんだよな。はい、はい、俺は左手かチビじゃねえんだよ。チビ。あー、私は嫌だとか。あー、最近よく言う。小島さんは？あ、僕、あの、多分ですよ、多分ですよ、はい、こんなの関係ねえ。あ、違います、違うね。ということで、まずじゃあ見るか、自分の。はい、ということで剥がしたので、はい、自分の NG ワードこちらです。あー、確かに言うでしょ。言うわ。言うけど、なんで言わなかったの。言うわ。言うぞ、これ。一回も言ってないよ。ちゃんと言葉する。あー、確かに。いや、確かにだけにすればやったのか。そう、だけにすればやったのか。私言ってない。熱量言ってて、サトリオくんポンポンポンって。サトリオくんのスイッチの入り方すごかった。いや、知ってました。面白かった。結果では気になるの。サトヒロさん、あー、確かにはゼロ。確かにが1。おお、じゃあ入れよう。まあ1位で、じゃあ、うん、してで、小島さん。小島さん、小島さん。そんなの関係ねえが5。おお、そんなに多くなかった。ね、え、待って、俺キョンさん4、3。わかんない、わかんない、まだわかんない。4、3。4、3。あ、4、3。キョンさん。はい、小島さんと同じく5。おお、待って、言えちゃった。日向ゆいさん、待って10。めちゃくちゃ言ってたよ。まだまだ。待って待って待ってね、待って。三回連続とかが多かったから。私は一番私も言いました。罰ゲームの恥ずかしい話。恥ずかしい話。お仕事でホテルに泊まった時に、お風呂に入ったんですけど、その時に数分前ぐらいまで寝てて、でお風呂に入って、あのシャンプーを持っていかなくって、シャンプーを取ってもらいたくって、ヒロ君のことを友達の名前で呼んで、あのやっと目が覚めて、で、あ、違う違うって大きい声で言って、でその後にヒロ君の名前を落としたんですけども、お母さんって大きくヒロ君のことを呼んじゃいました。ありがとう、ありがとう、バイバーイ。お母さん。